見事にこの後ろのグリーンとのコーディネート。私もともと宝塚目指してたんですね。なんか自然の中で歌うっていいですね。あー、おいしい。すっきり、うん、うん、おいしい、うん、やったみたいになるから。キャットです、それは。分かってますよ。分かってるけど。キャット、よく宇田さんに電話したら覚えててくれて。すごいな、なんか。さあ、ファンデーグリーンラベルプレゼンツ旅人音楽、私後藤が司会させてもらいまして、相川奈々さん、高橋愛さんに来てもらいました、いかがでしたかこの番組。自然の中で歌が歌えて最高でしたね。うん、高橋さんも。お天気は良くなかったんですけど気持ちは晴れてました。そうですよね。す、最後にもう一回乾杯していきましょう。はい、いきます。乾杯。はい、OK です。ありがとうございます。